ではですね、このちょっと怪しげなというか、まあ不気味な感じの浦見さんでしたっけね、この方から話を聞いていこうかなと思います。カリオーゼについて、この会社のことなんですけど、カリオーゼは中小企業の味方、良心的な金利と返済方法、皆さんとても喜んでそんな感じしないな、なんとなくですけど、語尾が聞き取りにくいのがちょっと気になるな。闇金融業界の中で、他よりほんの少し明るめの借りようぜ。そういえばうちの事務所も今ちょっと苦しいよね。トランプの勝負でナルト君、私に5万円の借りがあるし、そんなことしたの。未来ではね、もう同じようにトランプでいろいろ痛い目を見るなるほどさんですが、これなるほどくん、借りる借りる、ただ大丈夫かな、いやここから借りるのだけはまずいと思うんですけどね。借りようぜはそんなあなたの味方クク、もし返すのが遅れたらどうなるんですか。さっきの本土坊さんの、話によると、火をつけられるだの、お刺身にされるだの、とびきり濃いお茶とを飲んでもらいます。何をよ、そう、借金踏み倒した方がマシだ。私のお茶も濃いからねお茶が濃いとかじゃないんだよ、お茶に何か入れてる感じだったんだよ。事件のことはご存知ですか。事件、レストランで男の人が毒のコーヒーを飲んだあれです。まさかあなた方が関わっているんじゃ。さあ、その日は店長とお店にいましたから。店長ってゼニドラさんのことですか。芝生蔵虎之助、芝生蔵虎之助、何話のゼニドラか、すげえ名前だな。ナロド君の偽物だよ、もっと話を聞こうよ。なんか今左上に写った写真だけ見たらね、なんか若干似てましたね、なるほどさんに。似せてきてる感じはありますね。まあ、あなたのことからじゃ、これ、教えてくんねえのか。お茶、おかわり入れてきますね。いえいえ、結構です。喉はカラカラだけどな。私、トラ様しか目に入りませんから、くく。なるほど。トラ様ね。ゼニトラ、芝生蔵さんのことを聞かせていただけませんか。まあ、この人はね、ゼニトラさんのことはすごい好きなんですよね。ビスケット。はい、まあ、ただ、それこそ芝生蔵さんからしたらどうなのかっていうね、この人に対する、まあ、見方というか、どういう思いを抱いてるんでしょうね。いかがですか？私が焼いたんですけど、クック。ナルト君、お先にどうぞ。いやいや、迷いちゃんこそ、ね、お腹空いてそうな感じだし、クク。どうもよくわからない。どうしてゼニトラはこんな怖い人と一緒にいるんだろう。まあ事情があるということなんでしょうね。私たち愛し合っていますから。愛し合っている、そんな恨めしげに言われてもな。はあ、愛し合ってるんですか。なんか若干芝生蔵さんは怯えながらのね、笑顔でしたけどね。命の恩人なんです、トラ様。あのゼニトラが、トラ様とお呼びください。でないと私、トラ様ですね、はい。お刺身にされてしまうからね。命の恩人で、ね、もう少し話を聞いてみるか。これで話を聞けますかね。ではこれでもまだちゃんと聞けないんだったか、なんかそんな気がしますけどね。私もともと体が弱いものですから。死んでしまいましたの一度、クク。死んだ、今から4ヶ月ほど前。死んだと言うならその雰囲気は納得ですけども、もう絶望的だろうってお医者様が。この人が絶望って言うとシャレにならないな。それなのにトラ様が助けてくれた、全てを投げ打って、全てを
嬉しかった。それでトラ様の気持ちを知って、ちょっと想像しにくいね、正直なところ。そうですね、あの人がなんか人を助けるような、そんなイメージないですもんね。この人のために一生お茶を入れてあげようって。大丈夫なんだろうな、そのお茶は。そのお茶は大丈夫だろう、さすがに。あのところで、その頭の包帯は、ククこれですか。そうですね、まさかそれと何か関係があるんでしょうかね。その包帯どうしたんですか。手術の後なんです。手術、ちょっと致命傷を負ってしまって。致命傷、あよいちゃん心に致命傷を負ったみたいだ。もうね、この人の言う致命傷はもうとんでもない致命傷なんでしょうね。さっき言ってた一度死んだというのはその怪我ですか。やばそうですね。しかもとんでもなく多いですね。これは簡単には解けなさそうだ。なんか怖いよ、なるほどくん。そうだね、この人があるとなんか怖いね。でも聞き出さないわけにもいかない。ただまだこれに関しては解けなかったはず。最後の方なイメージですからね。では、お、変化があるな。出た、豆のおじさんだ。鳩に餌やってるよ。食らえ、食らって飛べ。荒れてんね、やっぱり荒れてんな。下を向いて目を合わさないようにこっそり帰ろう。そうだね、関わらないように。え、どうして。おーい、おじさん。あ、ま、迷いじゃん。む、ぷい。あ、そっぽ向いちゃった。そりゃまあおじさんのプライド丸つぶれだからな。ね、おじさん、おじさん、ほっぽっぽー、はとぽっぽーと、お話聞かせてくださいよ。鬼は外、福は内。いたたたたた。私も豆投げられた。ひどいもんですね。やれやれ、鬼扱いか。ひどいもんだ。あら、そうやってね、本来の問題から目を背けて、豆ばっかりぶつけて、それでいいんですか。あれはね、あなたが間違ったその変な証言をするから悪いんです。我々が悪いわけじゃないんですよ。あの、今日の法廷はすみませんでした。ふん、軽蔑するがいいさ。どうせわしはあれさ、女給さんのお尻に見とれて、ろくに顔も覚えていない。スケベーなクソ野郎なのさ、不潔でおぞましい。初老の怪物さ、出た。好きですね、そのワード。いや、そんな。いいか、あんたが何と言おうと、あの女給は入れたんだよ。若造の甲子に何ぞ白い粉を。なるほどね、それは確かに見たと。となるとね、おかしくなってくるわけですよね。そうなんですか。それにあの若造はイヤホンをぶち込んでたんだよ。イカれたメガネをかけた耳に。ごめんなさい。なんかすいません。確かに花瓶のことはあれさ、すっとこちょいだったさ。それはすっとこちょいですね。でもわしは、まあまあ落ち着いて。まあ、その若造のことに関してはもうまるっきりおかしいですからね。で、まあ、まこちゃんの話を聞いた上で考えたら、そのウェイトレスさんが白い粉を入れてたのもおかしいし、どういうことなんでしょうね。うるさいわ、これでも食らえ。あ、紋章。これ上絵師か、紋章上絵師のことに関してあえて聞くという、このコミュニケーション能力の高さですよね、これね。あのおじさんって職人さんなんですよね。すごいですよね。かっこいいと思います。ふん、この世知辛い世の中、わしの居場所なんかないわ。まあまあ、そう悲観的にならず。そんなことは、わしの家は代々職人だった。それはもう江戸時代からだ。もうこっちなんてね、霊媒師ですからね、まゆちゃん。それと比べたら、どっちかさ、一般的な感じしますけど、わかるか、生まれた瞬間から紋章上絵師だったわしの気持ち。そんなこと言ったら、まゆちゃんも、私も似たようなもんなんだけどな。わしだって、わしだって、
冷や汗でグズグズになったじいさんの鼻面に指をこすりつけて耳元で意義ありと叫び倒してみたかったわ。ああ、まあ、それ分からんでもないな。仏壇弁護士になりたかったんだね。それはなかなか大変ですからね。どうでもいいけど愚痴っぽくなってきたな。わしの愚痴は津波のごとく押し寄せ酒巻き飲み込むぞ。どうしよう、長くなりそうだな愚痴。咳止める、飲み込まれる。いやもうここはね、我々の責任もありますし、一回飲み込まれましょうか。とりあえず聞いてみるか愚痴。お仕事はないんですか職人さんの。当たり前だ、わしなんぞ使いっ走りがお似合いなのさ。使いっ走り、誰も彼も年寄りをこき使いよって。じいちゃん豆腐買ってきて、犬の散歩お願い、鳩に餌やってきて、わしは町の便利屋さんかい。優しいですよね。でもみんなから慕われてるってことじゃないですかそれは。はあ、豆腐買ってきては理解できる、しかし鳩に餌やってきて、これはなんだ。あ、気づいちゃいました。気づいちゃったか。そう、気づかないようにした方がいいなと思ったんですけど、明らかにどっか行ってきてってことじゃないか。よう分かっとるじゃないですか。あ、そうさ、わしは邪魔者なのさ。鳩に餌やってきてっていう風にあなたがね勝手に解釈してるだけじゃないですか。鳩に餌やってきたらどうかいっていう提案。その餌やるのが好きだと思われてるんじゃないですかね。鳩好きだと、うちでも飯屋でもな。そんなことは飯屋でも。気になるワードありましたね。ちょっと待てよ、今なんて言った。うちでも飯屋でも、まさかトレビアンでも同じようなことが。飯屋、トレビアンで頼まれたことがあるんですか、その使いっ走りを。ああ、そうともさ、あの若造がぶっ倒れた日にな。なんですって。初めて聞く証言で、証言というかね、話だなそれな。事件があった日、トレビアンで何を頼まれたんですか。おお、よくぞ聞いてくれたわ。若造がぶっ倒れて、女給さんもぶっ倒れて、わしは花瓶をぶっ倒して頭の中真っ白だよもう。そこにあの店長がわしに叫んだろさ。すいません、そこの人、警察を呼んでくださいな。これさ、今さらなんですけど、なんで五十嵐さんがね、その外の公衆電話で警察呼んだんですかね。これおかしくない？だって店に電話ぐらいあるでしょ。自分で呼べよ警察ぐらいと今なら言える。いや本当ですよね。なんで本土坊さんはその店の電話使って警察を呼ばなかったのか。それで呼んだんですか警察。まあとにかくわし頭の中真っ白だったから、その花瓶がなかなか聞いたんでしょうね。警察への通報は携帯電話を使ったんですか。そんなハイカラなもの持ってるわけがなかろう。店の外で公衆電話を探したわ。もちろん探した。なかなか見つからなくてな、5分ぐらい無駄にしちまった。5分。じゃあその5分間トレビアンにはあの店長が一人で見張っとったんだろうな。どうして今日の法廷で話してくれなかったんですか。ということはね、本土坊さんがいろいろねやれたわけですよね。話そうと思った場合だのに、あんたらが寄ってたかってわしを放り出したではないか。あ、一番最後に言おうとしたのはこれだったと。はあ、証人ご苦労様でした。まあ、待っていただきたい。そういうことであればその、あ、そうだ、なんならあの話を、一番初めにしてくださいよ。法廷係が、この証人をつまみ出しなさい。出し惜しみするからでしょ。悪いのわしじゃないもん。あんたらだもん。先にこっちを話してくれればよかったのに。そんなに大事なことなの？おじさんが電話したこと。いや、つまり、その、本土坊さんは、まあ、本土坊さんしかいなかったんですよね、その場には。被害者、本土坊さん、まこちゃん。だから、その、短い時間に、まこちゃんにいろいろ細工して、まこちゃんが犯人だっていうふうに思わせることも可能でしょう。いろいろ細工できる時間があったってことですよ。警察が到着するまでの空白の時間。店内には被害者と、気絶したまこちゃんと、彼女、いや、彼だけが残されていたことになる。
これはますます本土坊さん怪しいですね。おじさんは追い払われたのかもしれない。だって店で電話しようと思えばできたわけですよ、おそらく。それをあえておじさんに頼むなんて、追い払われた。警察が来るまで店にいてもらいたくなかった。ああそうさ、どうせわしは邪魔者だと思った。わしなんか鳩にまみれて豆食ってりゃいいのさ。つまりおじさんがいたその現場には、まあ、何か細工があったわけですよ。おじさんが外出た後に何かしらその細工をしたんでしょうね。とにかく話を聞いた方がいいな、まこちゃんとあの店長に。こりゃちょっとおかしくなってまいりました。トレビアン行きましょう。そしたらまずは本土坊さんに話を聞きたいところですね。あれまたいないよ店長さん。全然いないんですけど。開店中のレストランでシェフがいないって、どう考えてもありえないぞ普通。私に怒られても。これはおかしいよね。事件が起こってからの数分間、五十嵐さんは店を離れ、本土坊さんは一人きりだった。話を聞きたいのにね。もしかして僕たちから逃げてるのか。あり得る。そしたらじゃあまこちゃんから話聞くか。本土坊さんから話聞けないわけだからね。そろそろ戻ってきてるでしょ。お、なるほどさ。まこちゃん、取り調べ終わったんだね。もう鈴木めちゃ感動っす。今日の裁判のことを徹夜でマコ日記に書きまくるっす。なんすかそのマコ日記って。ブログかな。今日は危なかったねマコちゃん。いやあのおじさんいいやられっぷりだったっす。そうですね、プライドも何もかもなくし、めちゃくちゃだったからね。あの証言は最終的に花瓶割ってるしね。でもめちゃくちゃなのはこの鈴木も一緒っす。え、あまりにも食い違ってることが多すぎるっす。みんなが見た事件と私の記憶。そうですよね。まこちゃんはさ、だってその岡田香さんの向かいに男が座ってて、その人が毒を入れてるみたいな感じで見えたわけですよね。なのにもかかわらず五十嵐さんが言ってるのは、ウェイトレスの人が白い粉を入れてたと。おかしな話だ。記憶か。まあ、あのクリーニングボーバーの件もまあそうですけどね。そんな話は出てきてない。まこちゃんさっき言ってたよね、みんなの見たことと記憶が食い違うって。はい、いろいろあるけどやっぱり一番でっかいのは被害者のテーブルにいたもう一人の男っす。このやけに尖った髪型のね、コーヒーに何か入れたのはあの男でした。今日の法廷では五十嵐さんが証言していたな。白い粉を入れたのはウェイトレスだったって。しかも茶色い小瓶からね。つまりあの青酸カリのあれでしょう。消えたもう一人の男か。五十嵐さんの証言はね、まあおかしいことだらけでしたけど、ただまあ嘘はついてないっぽいんですよね。だから本当に見たんだろうなっていう。消えたといえばもう一つ CD があるっす。サインペンでバンドの名前が書いてあった。ああ、クリキントンね。クリーニングボンバーね。クリーニングボンバーだよ。スポーツ新聞にも書いてあっただろう。しかもそれ、我々見つけましたからね。借りようぜで。その CD も現場からは見つからなかったっす。確か被害者の薬袋の中身も行方不明だったっけな。あ、それもそうですね。わけわかんないよ、もう。どういうことなのか。岡田顔が倒れた時確か気絶したんだよね。お恥ずかしい話です、元婦人警官としては。気がついた時にはもう店には 警察官が溢れていて、さっさと逮捕されたっす。事件が起こってから警察が来るまでの間、トレビアンで何が起こっても君には分からなかったわけだね。そうっすけど、どうしたっすか。なるほどさ、そもそもそうだよね。なんで気絶したんでしょうね。
それってその何者かによって気絶させられたみたいな、そういうのもありえるんじゃないの。事件を目撃したおじさん、彼は店を追い出されているんだ。追い出された。そうですね。なぜか通報をね、店でできるのにもかかわらず、外にね行かせたっていう。店長さんに警察を呼んでくれて頼まれたんだって。そう、そして君は気絶していた。トレビアンには本土坊薫しかいなかったことになる。え、まさか店長が私に罪を。まあ、その可能性もあるでしょうね。状況を考えると、あの店長が事件に無関係だとは考えにくいんじゃないかな。まあでも、あの店長はお金に困ってたじゃないですか。なら、その5000万円の宝くじを盗むはずだけど、それをあえて盗まなかったっていうのは、ちょっとまあ気にかかるところではありますよね。ただまあ、あの店長は間違いなく怪しい。飼い主に噛まれた犬みたいな気持ちです。その話、本当なんですか？なるほどさ。さっきおじさん本人に聞いてきたばっかりだからね。どうもしっくりこないっす、そのおじさんの話。まこちゃん考え込んでるな。いや、これね、そもそも論なんですよね、確かね。そもそもまこちゃんは、そう、おじさんのこと詳しく聞いてみた方がいいのかな。ここがね、まあ、ある意味一番重要というか、一番食い違ってるところがあるんですよね。まこちゃんの記憶と、みんなの記憶。いや、今日の法廷はすっきりしたっす。ずいぶん長いこと法廷マニアをやってるっすが、あんなにズルズルになった証人久しぶりっす。別に豆のおじさんが悪いわけじゃないんだけどね。ただ、妙にすっきりしないっす。え、でも、さっきはすっきりしたって。まこちゃんは、気になることがあったら何でも言ってみてくれないかな。五十嵐さんと彼の証言について。了解っす、鈴木。全部吐き出してみるっす。さあ、吐き出してくれ。何か気になることでもあるの？五十嵐さんのこと。実は、あるっす。そもそも、あのおじさんが証言してること自体がちょっと。どういうこと？鈴木があのテーブルにコーヒーを運んだとき、店内には確かにお客さんがもう一人いたっす。それが五十嵐さんだったってわけだよな。でもそれは、おじさんじゃなかったっす。おじいさんだったとか、何その微妙な違い。そんな些細な違いじゃないっす。確か、女の人だったような。はい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 。食い違ってますね。女？本当なの、まこちゃん。つまり五十嵐さんはいなかったってことなんですよ。まこさんの記憶によるとね、代わりに女の人がいた。おかしな話だ。本当なの、まこちゃん。うん、ちょっと自信はないっすけど。でどんな人だったの、その女の人。確かちょっとジメッとしていて、はいはい、意味ありげにククッと笑っていたような、そんな人物は一人しかいないでしょう。ジメッと、ククッと。最近どこからそんな女の人を見かけたような。そうだった、人のおさんに頼まれたものがありましたね。そういえばね、これだ。なんかね、井田の子さん手作りのウインナー弁当、いかがですか。そうだ、いいものがあるよ。え、なんすか、なんすか。差し入れのお弁当、ほら。うわ、壮絶な弁当っすね。でも嬉しいっす。なるほどさんがわざわざ。いや、これは、違うよ。井田の子さんに、決まってるでしょ。井田の子先輩、まこちゃんのことを心配して一生懸命作ったんだよ。残念っすけど、留置所で差し入れは禁止っす。さっき喜んでたけども。まあそんな固いこと言わずにさ、規則は規則っす。守らなければ逮捕するっす。あんた今ウェイトレスですよね。元婦人警官のウェイトレスに言われるとさすがに怖いな。それに鈴木、
ウインナーは大嫌いっす。そうなんだ。だったら地獄のお弁当だね、これね。それだらけだもんね。まゆえさんにあげるっす。でも。そうだな。悪くなる前に食べちゃおうか。いいのかな。まあ、仕方ないか。目の前で食べる。目の前で、井戸の子の弁当をまゆえちゃんと食べた。あ、うまいな、ウインナー。美味しいっすか。うん、ウインナーは大好きだからね。それは良かったっす。まこちゃんは嫌いなんだもんね。まあ、ちょっと時間が必要でしょうね。この件はね。そしたらば、じゃあ別の場所行きましょうか。まあ、警察署は警察署でなんか、もう情報は得られなかったような気もするんだけど。署のマシンがパンクしました。記者会見の用意はまだか。相関が見えたぞ。インターネットでも話題になってるようだな。だから課長、コンピューターを使わないでください。ね、ちゃんとその件に関する情報を集めたのにね、今回。全然関係ないのじゃなく。いや、しかし今、わしの大手が。また今度にしてください。はい、スイッチ切りますよ。いやー、わしの大手が。せっかくの大手が。いやー、盛り上がってんね。何か事件が起こったみたいだな、とびきり派手なのが。お、あんたたち。相手の子刑事さん。なんか、まだ問題発生中ですか？ダメっすよ。こんな時に来ちゃ。あんたたちまで借り出されるっす。聞き込みに。そんだけ人手不足なの。まさか。とにかく大変なことになってるっす。何があったんですか？ウイルスっす。ウイルスっす。ウイルス？コンピューターウイルスが、署内で暴れ狂ってるっす。コンピューターウイルスね。参ったな。いろいろ聞くことがあるのに。そうです。あ、借りようぜの話からじゃあ。いいっすか。よく聞くっす。どうしました？はい。いくら貧乏でも、こういうところから借りちゃダメっす。はい？そういう時は、そうめんを食べて、我慢っす。まあね。確かにね。それはそうなんですけど、我々今お金に困ってるわけじゃないんですよ。いやいや、借金じゃなくて、この会社の情報が欲しいんですよ。この事件に関して、この借りようぜが深く関わってると我々は思ってるんです。なんだ？借りようぜは、闇金融の中でも特に怪しい会社っす。怪しかったね。なんか最近急に金に困りだしたらしく、かなり強引な取り立てをしているとか。そうなんですか。あの会社には首を突っ込まない方がいいっす。彼女に睨まれたら無事じゃ済まないっすからね、彼女。わかりましたって。ちょっと待て。今、なんて言った？彼女？誰のことかな。まあ、彼女ってなったら、まあ、仮王勢で彼女ってなったらね、恨みちゃんのことしか。詳しく聞いてみるか。彼女のこと。そうですね。まあまあ、まずウイルスから。ウイルスの話から。何ですか？コンピューターウイルスって。知らねっす。知らねえか。それならじゃあ深くは聞けねえな。え？自分はこの騒ぎにただ踊らされているだけっす。呆れた刑事さんだな。コンピューターウイルスってやつが、まあ、この署内のパソコンを狂わせているっていう、その概要だけはわかるけど、詳しくはわかんないと。ああ、なんすかその顔。じゃああんた知ってるっすか？知ってるっすか？なるほどくん。コンピューターウイルスか。ま、簡単なことなら。え、すごい、なるほどくん。物知り博士。これから博士って呼ぶっす。あ、いいなそれ。ね、博士。バカにされてるような気がする。ま、でも、ま、簡単なことは確かにわかりますよね。仕方ないな。あまり詳しくないけど、説明しましょうか。お。なるほどさんのウイルス講座が。ウイルスはコンピューターを破壊するためのプログラムです。破壊ってボカーンといくっすか？違います。壊すのはそう、コンピューターの中身かな。中身がボカーンっていくの。あとなんかデータ取られたりとかね、しますよね。
例えば警察のコンピューターには事件のデータが記録されてるだろ。それがウイルスプログラムで全部パーになるわけ。そいつはまずいよね。いや怖いね、ウイルス。もっと怖いのはウイルスは伝染するってところだ。伝染。コンピューターはネットワークでつながってることが多いだろ。ウイルスはそれらのマシンを次々に破壊していくんだよ。ネットワークを通じてウイルスは自分で勝手に増えていくわけだ。本物の伝染病みたいですね。でもなんでそんなプログラムを作るのかな。そうだね、まあ、なんで作るのかなっていうところは、そうっす、せっかく作ったデータをぶち壊したら意味がないっす、まあ、だからそれをやることによってメリットがある人間がいるってことでしょ。だからそういうものを作るわけだ。いやいや、ウイルスプログラムは他人のマシンに送り込むんです。うわ、ひどいの。あ、つまりあれっすか、あんたが護道賢治にくしゃみ引っ掛けて風邪をうずすという。そうか、それで護道賢治を法廷をお休みと。まあでも簡単に言えばそういう類なんじゃないですかね。誰かが何かこうメリットのあることのためにやってるわけだ。相変わらず悪だね。なるほどくん、なんで僕の話になるんだよ。とにかくそれがコンピュータウイルスだよ。悪いプログラムだ。ウイルスプログラムにはいちいち名前がついてるっす。今回うちで暴れてるウイルス、どこかで聞いた名前なんすがね。聞かせてくださいよ、ウイルスプログラムの名前、心当たりがあるような。まあ、そうなんですよね。まああらかた情報が集まってきてるんです。実はクリーニングボンバー、こんな CD を我々は今回の事件でやたら聞くわけですよ。まあ、掃除して爆発まるでね、コンピュータウイルスのようですよね。あの糸の子刑事、これなんですけど、なんすか、自分は今マコ君とウイルス、うほーこれっす、このふざけた名前思い出したっす。やっぱりな。何を一人でうなずいてないで教えてよ。岡隆夫さんはプログラマーなんですよね。その人が、まあ持ってた CD なわけですから、そう繋がってくるでしょう。泣くなよ。スポーツ新聞の落書き。そして CD。クリーニングボンバー。ウイルスの名前っす。じゃあ岡隆夫さんは、コンピューターウイルスを、まあ、まあそれと関わってたと。いうわけですね。今署内で噂のコンピュータウイルスっす。もう少し詳しく聞かせてもらえますか。何やらこの事件の裏の部分が見えてまいりました。クリーニングボンバーの情報は以前から流れていたっす。警察の上層部に何やら取引を持ちかけたグループが、取引に応じなければウイルスをばらまくぞと脅してきたっす。誰ですか、そんな大胆なことをするの。裏会社の大物らしいですね。自分は知らねえっす。そのウイルスが送り込まれてきたというわけですか。公共機関の、コンピューターが爆発的に感染して、もう祭り騒ぎっす、カーニバルっす。やたらカーニバルに例えたがるよね、糸の子さん。すごいな、なんかあれ SF みたいですよね。かなり腕のいいプログラマーが作ったウイルスらしいっすが、今こいつが売りさばかれた闇ルートを必死で探してるっす。ウイルスプログラムって商品になるんですか。そうみたいです。特に今回のウイルスはよくできてるっすから、億単位の金が動いていると思われるっす。なるほどね、億単位か。ウイルスプログラムにそんな価値があったなんて。そんなの岡隆夫さんは持ってたというわけだ。それはちょっと今回の事件に深く関わってるでしょうね。で、あとはじゃあ彼女のことを聞くか。カリオーゼの14位ですね。下手に叱らない方がいいですよ、これは本当に。まあ、そのオーラはすごいひしひしと伝わってきますけど、確かに恨めしげですからね、この人。そういうことじゃないっす。どういうことだ。他にも危険な理由があると。彼女の名前は、屍恨み。
あの、屍、ゴンタのたった一人の孫に当たるっす。屍、ゴンタ。知ってるな、ロド君。聞いたことないよ。屍、ゴンタは、恐怖の、屍組組長っす。屍組、最近聞きましたね、屍組。確か、カリオーズにあった修理代請求書のところに、ありましたね、受領者は、屍組。芝久蔵さんは屍組にお金を払ってた、そういう関わりがあると。しかもそんな組の、組長の孫娘を、まあ、自分の会社に置いてるというのはね、屍組絶対関わりたくないな。警察の力ですら奴らを潰すのは難しいっす。それでも戦うと言うっすか。いやどういうこと？屍組と戦う構図になってんの？誰もそんなこと言ってませんよ。とにかく少しだけ話を聞いておくか。まあでも彼女と関わるということはそういうバッグがついているということを踏まえて関わるってことですよね。まあでもこれでゼニドラさんがなんで浦美ちゃんにああいう態度を取ってたのかっていうのがうっすらわかるというか。とにかく少しだけ話を聞いておくか。屍組に関してあまり聞きたくないですけど、屍組というのはまあ怖い連中っすな。刑事のくせに怖いっていうのもどうだろう。それくらいヤバい連中だと、刑事だろうと小学生だろうと怖いものは怖いっす。また心読んだね。裏社会で絶大な力を持つ厄介なグループっす。とにかく連中妙に資金があるので手に負えないっす。資金が？町の闇金融業界をひとまとめにして稼いでいるとか。ほうほうほう、町の闇金融業界。まあ、借りようぜもそうでしょうね。闇金融というと、借りようぜも。当然、屍ゴンタには頭が上がらないっす。そうだったのか。浦美さん、そんな怖い人のお孫さんだったんですね。屍ゴンタの孫好きは有名っす。たった一人の孫で組長の生きがいっす。そういえばどうして彼女カリオーゼにいるんですか。さあそこまでは知らないですけど、まあ、そこがサイコロックとつながってくるんでしょうね。彼女のでもかなり熱々な二人らしいっす。熱々なんか愛し合ってるんですって言ってましたね。浦美さんも真子くんの事件で関係者の資料にそう書いてあったっす。これはかなり重要な手がかりだな。ああ、そうっす。一番重要なことを忘れていたっす。何ですか？決まってるじゃないですか。弁当っすよ。ああ、その件ですか。ああ、弁当。あれだよ。ウインナーの。ああ、大変惜しかったね、まゆちゃん。ありがとうございました、糸の子さん。続き、ウインナーは大嫌いっす。ああ、あれか。これをまた本人に言うのもな。どうだったっすか自分の弁当は。美味しかったです。そうっすかそうっすか、それは良かったっす。あ、いやそういう意味じゃなくて、大丈夫、心配いらないっす。そんなこともあろうかと、ちゃんと作っておいたっす。え、何を？おかわりの大盛り弁当っす。はあ、じゃあまたこれよろしく頼むっす。これまた我々が食べる羽目になるのかなというね。ずっしり重いな、あらゆる意味で。重いっすよ、糸の子さん。マコくんの喜ぶ顔が目に浮かぶっす。また食べるのウインナー。ウインナーには事欠かないね。もう食べられないよ、私。まあ、しゃあないでしょう。ではでは、まあ、なかなか情報も得られましたね。では次は、まこちゃんはいないし、あ、バグダス、行きましょうか。そう、岡高尾さんの情報をね、得なきゃいけません。なんか宇宙船みたいな、宇宙船みたいな空間ですよね、ここね。バグダス。うわ、ハイテクの香りがするよ、なるほどくん。まあ、コンピューターの会社だからね。どうしたのかな、君たち。
あ、こんにちは。んー、ダメだぞ、勝手に入ってきちゃ。ここではコンピューターのプログラムを作ってるからね。すっごい秘密がいっぱいなんだよ。我々、まあ、なかなかいい年ではあるんですけど、なぜかその対応の仕方は秘密ですか。そうなんだ、ここで見たことはお家に帰っても秘密だぞ。はーい。なんだこの教育番組のお姉さんみたいなロボットは。まずロボットじゃないけどね。お姉さんは小池、英子じゃなく恵子って言うんだね。小池恵子さん。反対から読んでも小池恵子さんか、もしかしてこれ。この会社のなんと社長さんなんだよ。これって社長さんだったんだ。結構偉い人だったんだな。社長さんですか、人間だったのか。そこにまずびっくり。そういえば岡隆夫と同じ装置をつけてるな。お眼鏡だっけ。いや、モノクルですね。モノクルだよ。実しか合ってないじゃないか。バグダスのプログラマーはみんなつけてるんだよ。社長さんも作るんですか、プログラム。お姉さんはね、雰囲気だけ楽しんでるんだな。確かに私も欲しいもん、ちょっとだけ。そうだね、なんで固めなんでしょうね。両目にすればいいのに。固めだと見にくくないっていう、そういう苦情はまあ置いといて、まあ、そしたらこの人からね、岡隆夫さんに関して詳しく聞いていきましょうか。